はい、おはようございます。おはようございます。今日は内房の方に向かってます。低気圧なのかになったのかな、南岸、なんだっけ、南岸低気圧ね。なんか最近流行りの、が抜けたんで、昨日までね雨すごくて、風も、今日朝起きたら結構晴れてて、しっかり波もね、なんか思ったほど上がってはないけど、結構上がってるんで、ちょっとそっちの方向かってみようかなと思って。ほんとね、和田の方もあんまり良くなくて、ちょっとサイズがありすぎではないんだけど、なんかまとまってない感じ。風もね、ちょっと東が混じってるから、なんかどこも微妙に合わなくて、内房の方がまだね、風向きも合うし、うねりも、まあ、ちょっとあると思うから、この感じだとそんなに和田とサイズ的には変わんないんじゃないかなと思って、まとまってそうな方に行ってみようと思います。マルキとかもね、ちょっと考えたんですけど、千葉北がね、あんまり良くないから、多分結構、御宿、ヘバラ、マルキあたりに北の人は降りてくるんじゃないかなと思って、混みそうなんでやめときます。でもね、湘南が波があるから、湘南の人はこっち来ないから、その分空いてるけど、千葉北の人が今度降りてくるとね、ちょっと混んでるところはあまりね気持ちよく作業できないんで、空いてるところを目指してちょっと行ってみようと思います。いや、久々に晴れて気持ちいいっすね。ね、もう春っぽくない？春っぽいね。もう朝一で洗濯しちゃったもん。ありがとうございます。どうも。いや、そんな感じでとりあえず向かってきます。こっちはない、あんまり、すごい久しぶり、閉鎖。あ、そっか、ひなこ久しぶりで、コーチングとかできてる？たまにね、ほとんど来ないけどね。マジで半年以上ぶりだと思う。ほんと？そんな、来てない来てない、絶対。どこか、だって今日もチャレンジングじゃん。そうだな。散歩、お散歩。弊社遠いんだよね。そうだ、ちょっと海までが、海までね。お散歩だよ、散歩。ちょっと体をそろそろ動かさないといけない。でもそろそろ歩くんでしょ。そう、臨月になったら結構歩かなきゃするよね。うん、言ってた。ちょっとそろそろリハビリに入ってください。はい、頑張る。歩いてた方がいいよ、俺入ってないな。嫌だ。多い人いる、結構。めっちゃ人いるじゃん。うん。ああ、あるあるある。そうだ。ありそうありそう。おお、いるね。ね。お、なかなかサイズはありますね。ちょっと落ち着いてないかな、でも。まあでもなんか待ってれば来そうな感じで。形はそうですね、結構。引きを狙ってきたんだけど、もしかしたら上げてる方がいいのかな、この感じだと。あの奥とか、いいの割れてますね。やろうかな、とりあえず。追加来たし。ちょっと着替えたいと思います。人と地球に優しい家づくり、タミス建設。ピクニック。すいませんね、いろいろ持ってもらって。あ、待って、歩いてください。ピクニック行く人みたい。大荷物。ピクニック日和。晴れて気持ちいい。いいね。あ、空気が澄んでる。雨が降ったから、ね。うんうん。花粉がなさそうな空気してる。すごいさ、私花粉すごかったじゃん、花粉症。ピタッと止まった。なんだろうね、でも薬もらったじゃん、ね、薬はまだけど、なんか変わった気がする、空気が。そうなんじゃない。花粉じゃないかな。南房総花粉やばいんですよ、多分みんなやばいっていう。やばいでしょ、こんだけ山しかないんだ
いい天気。マジいい景色。お、一人入ってますね。なんかまだ東うねりと南うねりが混じってる気がする。へぇ、ここからどんどん東うねりに変わるから、うんうん、グーフィーが良くなるけど、うん、まだあれなんかちょっと入ってる気がする。違う、レギュラーがね、割れてるから、ね、本当はグーフィーの方が多分いいんだろうな、位置的には。このグーフィーらしい。頑張れ、頼れてる。おベルズ、ベルズ逆だね。今日はブラックエンジェルです。5-8ハーフ、ハーフインチ長めかな、普通のやつよ。サイズがね、ちょっとありそうだった、思ったよりあったから、ちょっとよかった、うんうん、こっち持ってきて。5-8のダイムは試合にも取っときたいからね、うんうん、ちょくちょく乗るんだけど、あんまこう折れそうなコンディションで乗りたくないからまあこれもね、折れていったわけじゃないんだけど、それもお気に入りだよね。結構いいから、こういう時かなり細いからさ、細めだから、すごいシャープで、とろいとやっぱね微妙なんだけど、折れてくるとすごく調子よくなるから、これはどんな板もコンディションによってね、いい板でいい悪いは結構あるから、すごいトロい波で調子良かったのに、折れてたらなんか微妙になる板もあるし、コンディションによってね、全てに対応できる板はね、なかなかないかな。あるんだけどちっちゃかったらこういう方がいいなってことあるから、今日はね、これで持ってくる。ちょっと頑張ってたまりそう、結構ねぇ。左から出ようかな、カレントありそうだから。オッケー。で、まあ、今度リフトだったら右に寄ってって。ね、右のあのレギュラーも見たい。頑張る。とりあえず、食らわなそうな左から出るわ。うん、気をつけて。はーい。うん。これ結構めずつくるな。いつもサポートありがとうございます。
様です。お疲れ。楽しかったね。え、思ったよりできたね。できたね。もっとさ、やばいかと思った。早くてダンパーで当てるセクションないかと思ったけど、入ったら意外と当てるセクションあって、最初に気持ちよかった。レギュラー楽しそうだったじゃん。もう意外とね、レギュラーこう割れるのがホールドしてくれて、ちょっと走れたから。でも最初はちょっとチューブっぽくて、でどんどん引いてきて、サイド落ちてきてさ、チューブがなくなってきたからさ、もう境目でさ、5本ぐらいさ、チューブ入ろうとしてテイクオフしたんだけど巻かなくて、なんかタイミング合わなくて、当てれもしなくて、せずにみたいなのがあったから、あれ普通に乗れてたら持ってる。人もいないし ね、 ね、このサイズになるとやっぱみんなあんまり来ないから。てかめちゃめちゃハマってるよ。あ、見た見た、あの人やばかった。でも次いい波乗って、そう、みんな右の方、あの手前でずっとハマっちゃうんだね。代償がでかいよ。代償でかいね。人に手出せないよね。気合で行けば。いや、流れはないの？なんかちょっとね、右の方行くと右に流れて、左の方行くと左に流れてる。なんか変だった、ね、でもなんかドチューブにはもう一声だったね。え、あのさ、レフトのさ、チューブ入れたの？シャンプー？どれ？最後の？最後じゃないけど。2本目？こっち、レフト。最後から2本目か3本目ぐらいの。あれは…シャンプー？うん、シャンプー。かぶったって感じ。かぶったって感じ。こっちからだとなんか入ってるようにすごい見えたから。入ってる、入ってるけど、なんかもう、ダーッとかじゃなくて、シュッ。最初のあのレギュラーのチューブが、あれが一番良かったね。気持ちよかったね。立ってるだけで巻いてくれる感じだったね。そうそうそう。ちょっとさ、久々にチューブすぎてさ、チキって浅くいっちゃったからさ、もっと止めればよかったね。フェインもさ、俺今ジョン・ジョンのウィリアム使っててさ、ちょっとでかいのよ。スモールでかいから抵抗が強いじゃん、フェインのでかいと。サイズある時にでかいフェイン使うとなんか抵抗が強くて、ちょっとコントロールが効かないとこあるから、スモールのフィンだったらもっとグッて全体的に今日のサーフィンは動けたけど、なんかちょっとね、若干強いなって感じるとこあったけど、そこの調整が難しかったけど、まあでも気持ちいい。フェイスを使ったサーフィンができてよかったね。そうそうそうだね。もうずっとシャコシャコみたいな、あの腰原胸のコブを使って、ね、ボトムターンが気持ちよさそうだった。すげえね、なんか何もせずにまっすぐ落ちて、まっすぐ傾けるとうーってボトムターンできる波だったから、力ないとさ、うーって離れていけないからさ。気持ちあったかい。あったかいね、めちゃくちゃ。で、水ちょっと冷たい、やっぱ。でも久々にブーツなしじゃない？まあいや、ブーツなしさ、もうなんか足が擦れちゃって。え？皮膚が？そう、だって半年ぶりぐらいじゃん。怪我しても、あ、そっか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 、ずっと怪我明けブーツしてたからさ、なんか久々すぎてさ、なんか指がさ、こんなんなってさ、テイクオフしたりしてたからさ、やべえって思う。鳴らさないと。あ、ちょっとあの足裏の感覚を高めないね。まあでもね、最高気持ちいいね。人がいなくてサイズがあるといいね。閉鎖裏のいいところだよね、上がった時の。そうだね、みんなここまで来ないから。来ないからね。なかなか、でもまあ普通の人はよくはないんだろうね。よくはないと思う。結構テイクオフ厳しいと思う。降ってるもんね。降って刺さって終了だよね。でも気持ちよさそう。でもテイクオフするのは大きい波入っていっても気持ちいいと思う。こうさ、沖からさ、うわーってくるからさ、おーってなる。サーフィンしてる感じ。あ、尺が長いです。あ、すいません。楽しいから喋っちゃった。まあ、ありがとうございます。今日も見てくれて、はい、ありがとうございます。次の動画もお楽しみに。はい、お疲れ様です。ランチ寿司、今日の夕飯です。うまそう。なんかオーストラリアのパブでよく食べてた、なんだっけ、チキンパーミ、チキンパーミ、チキンパーマじゃないです。俺大好きなの。
美味しいらしい。私初めてなのに初めて作った味を知らないまま作った。なんかこんな感じで今日は終わります。お疲れ様です。